ます、美咲さん。おはようございます。今僕たちはウィーン郊外のね、ハイリゲルシュタッチというところに来ています。ここはどんな場所なんですか？ここはベートーベンのお家やミュージアムがあるんですね。そうですね。で、ベートーベンはここに住んでた時は人生の葛藤の時間を過ごしていて、まあ、ここで遺書を書いたと言われているので、うん、ハイリゲンシュタットの遺書っていう、ね、すごい有名な、ね、有名なのが。そう、でもここで大工も書かれていると言いますから、うん、そのあたりね、博物館とベートーベンが住んでたもう一つの家が今居酒屋になっているということで、うん、美味しいワインをいただきに行きたいと思います。それじゃあレッツゴー。ウィーン滞在も最終日ということで、ベートーベン尽くしな一日、今日もたくさん歩きますよ。なんか本当結構どこにでもありそうなお家だな。そんなもんか。ベートーベンが住んでいたボン、ケルン近くなからあのオーストリアのウィーン、ね、まで彼は8日間、7日間かなの時を要しました。次にね、お見せするのがアイネ・クローセ・ムズカッシェ・アカデミーっていう、彼が当時、今から200年前ぐらいだねに自主企画したコンサートのチラシ、その当時の、ね、チラシなんだけど、このコンサートはどうも4時間にわたるコンサートだったようで、まあ、自分のね、作曲したものを披露したりとか、自分のピアノを披露したりだとか、うん、ベートーベンね、もう全てをひけらかすようなコンサートだったけれど、チケット代はなんかその時の給料の何分の1みたいな、もうすんごい高いコンサートだったようです。あー、コーヒーもね、60粒です。本当にこんなところに住んでたんだよね。結構立派な家じゃん、これね。大きいね。だって、全く耳が聞こえなかったってことでしょ？ね、なんか、あっちの方にはさ、こうやって頭で当てて骨から音を聞くとかあったけど、信じられないね。そりゃ死にたくもなるよね。おい、ベートーベン。はい、ミュージアム2時間ね、どっぷり楽しんだ後は、ベートーベンが住んでたもう一つのかつてのお家、今はレストランになってます。そこで取れたてのワインをいただきたいと思います。行ってみよう。Als Vorspeise hätten wir gerne Kremsuppe und Kürbis. Kürbis Kremsuppe. Ja, was? 250周年の記念ワインとなってます。英雄っていう名前の。赤じゃないね。ロゼだろうね、多分ね、これね。じゃあ、ポーストすごい。グラッシュですね。上に乗ってるのはお団子の
クヌードル、キノコが入ってる、似てます。かぼちゃのね、リゾット。リゾットです。うん、最高だね、この電気。じゃあ、美味しく召し上がってください。グッドナアペティ。グッドナアペティ。見て見て、あっちにね、あれワインの畑じゃない？ね。一気に雰囲気変わったね。おいしょ。暑いね。本当にこういうところ散歩してたのかな、ベートーベンは。ここ散歩してたんだね、本当にね。いいね。夏の終わり、ウィーン郊外ハイリゲンシュタット、偉大な作曲家に思いを寄せる清々しい散歩となりました。さあ、ここなくしてウィーンは語れないでしょう。ザッハートルテで有名なホテルザッハーです。ザッハートルテは何度かいただいたことがありますが、このホテルザッハが夏の期間にアイスを出しているとは知りませんでした。これが夏のね、限定のアイス、ザッハアイスらしいですよ。最近出たのかな、なんかね、召し上がってもらいましょう。はい、いただきます。はい、なんかどんな味、柔らか柔らかい、ちょっと酸味があって、うん、なんか粒粒が入ってます。粒粒が入ってる、もしかして食レポ若干下手気味美味しいよ、うまい、うまい、フォローが入りましたね。そうですか。それではね、あのザッハートルテいただきます。まずクリームだけね、ちょっといただいてみましょう。うん、やっぱ本場で食べるとなんか雰囲気あるね、やっぱね。美味しいですか？美味しいです、とっても。ただ問題が、こちらのアイスとこちらのザッハートルテが同じ味ということですね。言うなよってな。美味しいよ、でも。というわけで、2泊3日の弾丸ウィーン旅がこれにて終了。友人のダーヤマくんへのサプライズからベートーベン散歩まで、とっても充実した素晴らしい夏の思い出となりました。またすぐにでも遊びに来たいな。ウィーン、我が夢の街。